日中韓の首脳会談に合わせて都内で3か国の財界人によるビジネスサミットが開かれ3か国の自由貿易協定の早期実現を求める共同声明をまとめました日本のこの復興が中国、韓国にとってもプラスになるアジア経済の全体にも活性化をもたらすことになる 3回目となるこのビジネスサミットは関税の引き下げや輸出規制を撤廃する自由貿易協定の実現が不可欠だとして早期の交渉開始を求める共同声明をまとめましたまた省エネ技術の標準化を推進することなども確認しました昼食会に出席した菅総理大臣ら3カ国の首脳も今日の首脳会談で 自由貿易協定の交渉を来年から開始することで合意したことを明らかにし、経済界側の協力を要請しました。